はい、どうも本日もグッチャンネルのグッチです。よろしくお願いいたします。ということで、今回もね、サブチャンネルをお話ししていこうと思うんですけども、まあ、最近ですね、よく聞かれるこれ、好きなバドミントンシューズ、間違えました。はい、どうもグッチャンネルのグッチです。よろしくお願いいたします。ということで、今日もね、サブチャンネル回していこうと思うんですけども、これね、最近よく聞かれるおすすめバドミントンシューズは何ですかと聞かれます。まあ、それについてね、僕がお話しさせていただこうかなと思います。まあ、バドミントンシューズっていうのは、やっぱ人の足に合わせて履くのが、まあ基本、まあベースになってくると思うんですけど、なのでね、例えば、まあ僕の場合はですけども、まあ、そんなに扁平足ではないと、まあ、結構こう、まあ高高ではない、もうほんと結構なんか普通の足って感じで、なんかつまんない足してるんですけど、一般的な足の形をしてるんじゃないかなと思うんですね。なんかここで、なんかこうやって見せたらなんか変な感じするんで、まあそれは今一瞬のやつだけね、止めてスクショしてもらえればなと思うんですけども、そうですね、人の足っていうのは人それぞれなんか形が違うじゃないですか。なのでやっぱ、シューズってそのためにたくさんあると思うんですよ。だから、横幅広めの方用に4位があったりとか、あと、何でしょうね。まあ、狭めの方には2位があったりとか、まあ、基本的なね、なんか大きさ、基本的な大きさってなんか、あれなんですけど、3位とか履いたりとかね、そんな感じで分かれてると思うんですけどね。やっぱ、おすすめって言っちゃ、例えば僕が、これおすすめって言ってバンって出して、まあ、それを、じゃあ4位の人が3位の人と僕がおすすめしてね、4位の人が、それを買っちゃって足痛えよってなったら、僕、どうも責任取れないんで、おすすめ、僕からおすすめするっていう、グッチのおすすめするシューズっていうのは基本的にないですが、まあ僕の愛用してるシューズ、その派生種だったら、まあおすすめできるんじゃないかなっていう感じでおすすめさせていただこうかなと思います。まあ、今回ね、愛用してるバドミントンシューズを紹介しようかなと思います。愛用って言ってもね、もう1ヶ月くらいね、このシューズ履いてないですけども。はい、早速ね、出していきます。こちらです。はい。パークッション 65Z2 ですね。まあ、2にこだわったことはありません。65にこだわってる感じですね、僕は。本当に、65シリーズはですね、もう、日本人の足の形に忠実に再現されてるっていうか、本当に、基本のシューズなんですよ、このシューズっていうのが。本当に、動きやすさとか、俊敏さ、耐久性だったりとか、その柔らかさとかいう、そのなんていうの、三角形とか表で表せる、本当に一番ベースとなるのが6号だと思うんですね、僕は。で、その中でもやっぱエクリプションだったりとかね、そういったなんか横ブレに強いシューズっていうのかなとか、クッション性の高いコンフォートとか、リンダー選手とか履いてるやつねとかね、あとエアラス3とか、そういういろんな派生種分かれるんですけど、まあ、一番そのベースとなるのがこのね、まあこれ2回目ですねがこれになるので、本当に6号シリーズは本当に一番まず迷ったらこれっていうのにおすすめなシューズなんじゃないかなと思います。いや、でもこれは一応3位のシューズなんで、例えばちょっと僕足幅が広いんでっていう方には、65Z のワイドがあります。ワイドだったりとか、あと逆にこれでも横ちょっとカパカパするなと思った方には、66がね、スリムタイプであると思うんで、まあそういうのをね、参考にしてもらえればなと思います。まあ基本的には、まあ僕これで一回もなんかシューズ選び失敗したなと思ったことないですね。エアラスシリーズはね、僕結構ね、動きどんくさいんで、よくひねったりとかして足怪我したりとかあったんですけど、これはね、基本的にない。だからもっと、エクリプションだったりとか、もっとね、素材変えちゃえばもっと怪我しづらくもなるんだろうけど、まあ、これでそんな怪我とかしたことないし、大丈夫なんじゃないかなとは思いますが。そう。でね、これ買ったのが4月かな。4月の最初の方だったんですけども、その時の体育館使えなかったんで、まだ1回も履いてないですね。インソールだけ変えて、
なんかこの状態でポンって置いてある感じでちょっと悲しいですね。やっぱなんかせっかくね履ける時に履きたいんですけど、まあ、ちょっとねあのシューズのこのシューレースをねオレンジに変えたいなとは思っております。なんとなくあの僕ブラックブルーも持ってるんですけど、ちょっと新しくシューズ買いたいなと思った時にちょっとこっちにしてみました。いやほんまにねあのもうずっとあのやってないしもう履けてないんで、もうこれもねあのちょっと綺麗な状態で保ってますが、まあねあのこっからいつねバドミントンできるようになるか分かりません。本当にワンチャンっていうか多分ですけど半年とか平気でできないんじゃないかな。なんかね夏場でも全然生きてられるウイルスって言いますし、コロナさんねとかちょっとね大変なことになってきてしまってるので、じゃあ半年とかできないかもしれないんですけど、まあなんか体感とかね変えたらいいんですけどね、まあそういうわけでもいかないんで、まあ僕は細々とねなんかバドミントン以外の動画もやっていこうかなと思っております。まあこれはねあのどうしようもないんで、僕もバドミントンの体感で撮影してても、まあ、もしできたとしてもやっぱ自粛しろよって言われちゃうからね、まあもうあのいろんなところにこと改めてなんかやったって意味ないと思うんで、もう自分が今家でやれることをね、まあ、なんか継承としてやったりとかは動画で作っていこうかなと思っております。なんかちょっと今あのちょっとくだらんことはねやってみたいなと思ってるので、まあ、そういう動画もねまたメインチャンネルで上がると思うんで見てもらえればと思います。本当にこれはねあの動きやすくてあの耐久性もそんな悪くないし、この履きやすさも抜群だと思うので、まあ65Z シリーズっていうのかな、65シリーズの派生種だったりとかね、あのその65そのワイド、あとスリムだったりとかをね、もしあのちょっと僕とは足の幅が違う方はねそういうのを選んでみてはどうでしょうか。ということで今回のサブチャンネルはちょっとごちゃごちゃしちゃいましたが、まあ、伝わってくれたかな。まあ、僕いつもあの何も考えなしにあの動画ピッて回して勝手に撮ってるだけなんで、話まとまってなかったりとかあると思うんですけども、まあその中でもね僕のねあの汚いこの羅列された言葉を聞き取ってくれればなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。